皆さんおはようございます。ドイツレーゲンスブルクとドナウシュタウフという町の間ぐらいにいます。今日はドイツレーゲンスブルクの町でオルフェウスの窓ゆかりの地を訪ねるというオンライン旅を企画しておりますけれども、私のちょうどこの真後ろになんとヴァルハラ神殿と、それからその横にドナウシュタウフの要塞が見えております。途中漫画のシーンでもですね、クラウスとユリウスがヴァルハラ神殿まで走るというシーンがありましたけれども、とりあえずレーゲンスブルクの町からヴァルハラ神殿まで今走ってみてます。またヴァルハラ神殿に着いたら報告しますね。では今ですね、ドナウシュタウフという町の入り口に着きました。この真後ろにある要塞がドナウシュタウフの要塞なんですけれども、この要塞から実はですね、ヴァルハラ神殿がすごい綺麗に見えるんですよね。よかったら登ってみてください。山のふもとまではですね、レーゲンスブルクからバスで来ることができます。ここからヴァルハラ神殿まであと2キロぐらいですかね、登るのも含めてあと2キロぐらいかなと思いますけれども、登ってからの景色すごい楽しみです。ではまた後ほど。基本的には私と同じように走ってる人か近所の犬の散歩の方たちがいるくらいですけれども、こう正面にもうヴァルハラ神殿が見えてて、走るの好きな方はぜひ走ってみてください。ようやくヴァルハラ神殿のふもとまで着きました。船で来るとここから上がってくることになります。バスで来ると神殿の後ろ側から回ってくることになりますけれども、今日は川沿いを、ドナウ川沿いをずっと走ってきたので、船の、船着き場からこちらに上がってみたいと思います。今の時期は、冬の時期で船は運航してないんですけれども、船でヴァルハラに接近したい方はですね、ぜひ夏の期間に、4月から運航してますので、4月以降ですね、夏の期間に来てくださいね。もはやここまで来るとですね、走れない、歩いてます。しょうがないですね。あ、すごい綺麗。この斜めですよ。まだ朝焼けですね。こう綺麗。ヴァルハラはレーゲンスブルクから東側にあるので、こっちから見るとですね、朝日に向かって、朝はね、朝日に向かって走る感じになりますので、夕方走る方はヴァルハラからレーゲンスブルクに向かって走ると夕日が綺麗かもしれないですね。往復してもいいんですけどね。帰りはちょっとバスで帰ろうと思ってます。バスかな。すごい綺麗です。この正面の階段を上がると、もうちょっとですかね、なんとちょっとこの辺に怪しい扉が見えるんですけども、もうちょっとかな、今の半分ぐらいかな、そんなことないか、3分の2ぐらい上がってきましたけども、なんとここですよ。皆さんいいですか、この扉ですよ。これなんだかわかりますか？ここがクラウスとユリウスが逃げ込んだ地下室ですよ。一般公開はされてないので、ここがヴァルハラ神殿の地下室への出口です。ちょっとさすがに覗けないと思うんですけど、鍵穴のとこに、何これ、鍵穴、鍵穴から抜けない、無理ですね。無理です。なんかすいません、背伸びしてますけど、なんか見えますか？見えないか。ということで、ここがヴァルハラ神殿の地下室です。もうちょっと最後まで登りますね。しいですね。足がそんなに強くないという方はここにスロープがありますので、バスで来ていただいてスロープで上がっていただくか、船のところからもですねちょっと急なんですけれどもスロープがありますので、階段じゃなくてスロープでここまで上がってくることもできます。結構楽勝なんですけれども、下見ないと結構危ないかな危ないです。これからちょっとバス停に行きたいと思います。バスはちなみに日曜日でも30分に1本ありまして、あと15分くらいでバスあるみたいなので、それに乗ってゲンスブルクに帰りたいと思います。それではまた後ほどお会いできるのを本当に楽しみにしています。皆さんと一緒に楽しい旅にしたいと思いますのでよろしくお願いします。大事なことを言い忘れていました。ここからレーゲンスブルクまでですね、走って最短距離だと10キロなんですけれども、それだと途中ですね、ドナウ川を東側に、北側に渡ってからですね、車道を通ってくるので、多分クラウスとユリウスはドナウ川沿いを走ったんじゃないかなって思います。で、ドナウ川沿いは結構くねくねしていて大きなカーブがあるので、今日はそっちを走ってきたんですけども、多分プラス3キロぐらいかなと思いますので、レーゲンスブルクの市街からバルハラ神殿まで13キロぐらい見ていただくといいのかなと思います。ここがドナウ川沿いにあるバルハラシュトラーセ、バルハラ通りというですねバスの停留所です。ここは、日曜日は1時間に1本なんですけれども、30分に1本のバスがあるって言ったのはこの先にもう一つバス停があるので、こっちに来ないときはあっちに行くということで30分に1本バスが通っています。ちなみに車でバルハラ神殿まで行くことができるので、車の方はここを登っていくとですね、やすやすと違いますね、すいすいとバルハラ神殿まで登ることはできます。でそうするとバリアフリーで神殿の方まで行けるので、ちょっと足がね良くないという方とか車椅子の方もちゃんとバルハラ神殿に行けるようになっています。皆さん、そういうわけでですね、バルハラ神殿のあるドナウシュタウフの町からホテルマキシミリアンまでバスで帰ってきましたよ。これからシャワーして朝食を食べてミカさんと打ち合わせをして皆さんを素敵な旅にお連れしたいと思います。それではまたすぐに、またほんとすぐなんですけどまたすぐにお会いしましょう。